どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちらファイナルファンタジーコラボガチャ、皆さん引きましたか？今日は星4キャラクターの当たりキャラランキングトップ5紹介していこうと思います。まあネタバレしちゃうとね、あの FF の当たりキャラランキングって、まあ、それは新キャラが強いんですよ。なんで今日はちょっとね、星4だけ限定して話していこうと思います。まあ正直星5もね、当たりキャラランキングトップ5するともう新キャラが全部ピックアップされてしまうので、ちょっとそれはね、あのあれなんですけども、まあまた星5星6もやっていければなと思います。はい、今日はね、 FF 引いた人、多分ほとんどの人がこの星4をゲットしてると思うのね。で、うわ星4なんていらねえってなって別にスルーしてる人も多いと思うんだけど、実は星4に結構強いキャラが5体います。なんで今日はね、当たりキャラランキングトップ5を紹介していこうと思います。もう1位はみんな分かっちゃうと思うんだけど、2位から5位はあれ意外とこんな強いんだっていうキャラ多いと思うんで、ぜひねチェックしていってみてください。まずはもう早速ね、第5位からやっていきましょう。さあ、ということで、まずは第5位からです。第5位はこちら、ビビですね。はい、ビビに関してはもう進化後のキャラ性能で、スキブ4封印、超つなげし、闇烈6個、枝豆、超一2つに、そして小学生、スキブバインド、超つなげし、全パラ強化持ってます。まあ基本ね、あのビビはもう超つなげしつけてあげて、超つなげし2個、スキブ4、闇烈6みたいな感じで使うんですけど、まあこれ何が強いかっていうと、スキルをね、まあまあ覚醒もまずね、超つなげし2個持ちで使えるんで火力出せる上に、スキルが4ターン攻撃を受けると闇で超反撃、属性吸収無効、自分の味方スキルが、自分以外の味方スキルが1ターン溜まるが7ターンスキルです。これ何が強いかって、4ターン属性吸収無効ヘイストが7ターンで打てるんですよ。え破格すぎんこれ。最近アシスト無効ダンジョンが増えてきてるからこそ、キャラでね、あの属性吸収対策をする必要がね増えてきたりするんですけど、4ターン属性吸収無効が7ターンめっちゃ強いやん。ってことで、ブラックさんとか使う際には属性吸収無効要因でほぼ活躍してくれるの間違いないと思います。やばっ。武器は、闇属性成果バインド闇列3つに、上段2列闇生成、強化ドロップ100ファン目覚めが9ターンです。武器も非常に悪くないですし、もう第5位からね、めちゃめちゃ優秀なキャラですね。さあ次行きましょう。さあ続きまして第4位行きましょう。第4位はこちらになります。はい。パンネロですね。はい。パンネロに関しては、こちら、進化後、こちらね、ちょっと火力出るんで、あの、ユーコールチャンネルの動画では過去に一度使ったんですが、まあ、もちろんこの形態が第4位なわけではありません。パンネルは武器が第4位にランクインですね。はい、こちらが攻撃タイプ追加、機動力を4つ、自動回復6個持ちです。で、決済場合の覚醒無効 HP 全回復に6解除し、闇を邪魔毒爆弾とかを回復に変化って感じになってます。まあ、これが12ターンスキルで、溜まった場合も HP 回復とか、決済場合の覚醒無効回復で使えるのも偉いし、たまらなくても、機動力を4つプラス、自動回復6個持ち武器で使えるのがとても優秀なね、キャラになっております。まあ、これは似たキャラで言うと、手塚とか、あとはマムの手配書とか、っていうね、あの、無課金キャラとかと、競える武器になってはいるんですが、機動力っていうね、このドロ強自体はね、他の武器と被りませんので、現状まあ、柴田ら3枚積むダンジョンだったらね、手塚、パンネロ、マムって積んであげると、自動回復18個と、あとはドロ強がね、444と積めますので、水、木、闇ドロ強ですね。そう、っていうところで、まあ、このね、周回において非常に強いキャラになっております。アシスト無効ダンジョンが増えてきてるので、使用頻度は少し減ってきてはいますが、ドロ強自動回復要因ということで、非常に強いキャラになっております。さあ、次、第3位いきましょう。さあ、続きまして、第3位はこちら、エースがランクインですね。はい。エースは、まあ、進化後っすね、当然。こちら、スキブ4、封印、ヒドロ強プラス、超つなげし2個、枝豆、2A プラス、ボイス持ちに、超学生、2A プラス、バインドプラス、スキブプラス、全パラ強化持ってます。まあ、スキブ6にできたりとか、あとは全パラ強化で火力出したりとか、バインド耐性もつけれたりするエースなんですが、まずまあ、超つなげし要因で使えるところは非常に火力高くて優秀ですね。で、さらにスキルも、上段横2列を火に変化。2ターンの間、火闇の攻撃が4倍、2ターンヘイストが13ターンで打てます。はい、まあこれは、シバドラとかですかね、において、まあなんていうの、まあクエダンレベル11、レベル12とかやる際にエース使ってあげると、同キャラ禁止においてもね、あの、エンハンス4倍打てて、しかも火に劣勢性できてヘイストできたりとか、あと単純に火力欲しい場面でも強かったりはすると思うので、そういうね、超つなげ使用員としての使い道があるのが優秀かなと思います。もちろん頻繁に使うキャラではないので、必須系とまではいきませんが、もっと受ければ、しばだら周回とかに関しては非常に優秀だと思います。はい。まあ、強いてならもうちょいリーダースキル強かったら最高だったんですけど、リーダースキルゴミ化すということで、まあ、使うなら超つなげ師の火力サブとしてという感じになります。まあ、エンハンスもね、あの、非常に優秀なキャラですごい評価高いキャラですね。はい、という感じがエースで第3位となっております。まあ、ちなみに武器はですね、こんな感じ。
バランスタイプ追加、スキブ操作負荷封印2つ持ち武器で、5ターン火闇攻撃4倍の1ターン変質が10ターンって感じになってます。これがエースでした。さあ続きまして第2位やっていきましょう。さあ続きまして第2位です。第2位はこちらウォールですね。はい、これ一番強いっすよ本当に。これ星4にいるのがとんでもなくて、ウォールゲットした人絶対押さえておくように、こいつ強いです。はい、まあ、キャラに関してはドラキュラ4つに超惑星ドラゴンキラーあるんで、まずまあドラゴンキラー5個持ちにできるので5555で3125倍っていう感じでね、まあ、まず普通に火力も高いんでキラー要因でも使えなくはないです。でまあ200倍攻撃全ドロ強7ターン自分の攻撃2倍1ターン必須か7ターンとドラゴンキラー要因で使えますので、そもそもドラゴンキラー要因としても強いウォールなんですが、まあ、ダントツ強いのが武器ですね。こちらなんで星4にこれいる？攻撃タイプ、ごめんなさい、バランス、バインド追加、スキブ、攻撃4つ、そして敵1体に攻撃かける8000倍の光属性攻撃が16ターンです。はい。めちゃくちゃ強いっす。コラボの低レア周回、低難易度周回とかもめっちゃ強いし、単純になんかそこそこ難しいダンジョンのブレスアークとしても使えたりします。ウォールのいいところは、まず、スキブ攻撃強化4つに8000倍光ブレス打てるところですね。もうこのブレスがただただ強いので、まあ、周回におけるブレス要因で使えたりとかするのと、あとですね、8000倍っていう数字がちょうどいいんですよ。まあ、例えば、キマリスが1万倍ぐらいなんだよね。1万倍ぐらいなんだけど、18ターンちょっと重かったりして、しかも水属性攻撃なのよ。そう。だから、どうしても、グングニル打つ場合って、敵が、貴属性だったら結構しんどいのよ。ただまあそれを8000倍打てるのが強かったりとか、あと魔法師も、こんな感じでいるんだけど、1万5000倍の非属性攻撃だよね。だからこれに対してもやっぱりあっちの火力出る場面っていうのはあるのね。どうしても相手が水属性だったら弱かったりとかするから。っていうのでまずこいつらと使い分けができるというところで、まあ、多分比較対象はみんな大好きキマリスなんだけど、まあ、キマリスとの違いに関してなんだけど、やっぱスキルターンですね。スキルターンが短いので使いやすいというところに評価が上がるかなと思いますし、あとは光属性ブレスなので、相手が闇属性の場合はこれ1万6000倍ブレスになるんで、無条件で最強ブレスになるんですよパズドラにおいて。なのでそういうところも踏まえるとウォールの武器はめちゃくちゃ強いし、しかも使い勝手もいいということで、まあもう取れれば最高な武器って感じですね。はい、これがなぜ星4にいるかわからないぐらいには優秀な武器にはなっていますので、まあぜひ取れたらですね、必ず大事にしておきましょうという感じがね、ウォールでした。この8000倍ブレスは間違いなく強いです。ということで第2位がウォールでした。さあラストもみんな上がってるんで1位サクッといきましょう。さあということで第1位はこちら、シドハイウィンドですね。まあそらそう。まあキャラというか、まあ引く手が強いんですけど、一応キャラもね、10強3つ冬で火力出したりとか、スキルは2ターン指2倍、2ターン盤面7ロクマス、1ターン後に発動、1ターンキノコ液10倍が6ターンで打てます。はい。なのでまあ指延長の7ロク盤面拡張もあって、エンハンスも打つっていうことでね、悪くない性能してますよね。はい。でまあ、ドットジェルに関しても、バインドスキビオン封印、指7強6個チーム HP とかってね、ダブル吸収もあったりとか、あとはこっち、雲耐性に泥強4つ持ってたりとかするので、まあまあ普通に指導悪くないですね。指導も非常に強いんですが、まあ、シドがね、1位の理由としては、このシドを使ってコロシアムに勝つと、飛空手が取れるんですね。でも、これがスキブに、火水、キー、光、闇、ドロキョウあって、1ターン、指3倍、盤面のノルコマス、2ターン、ヘイスとか13ターン、最強っすね。これが強すぎるせいで、もうシドは当然ながら第1位です。なので、シドゲットできた人はね、絶対コロシアム頑張ってみてください。さあ、ということで今回はですね、FF コラボ星4キャラの当たりキャラランキングトップ5を話す動画でした。星4外れだと思ってる人に言いたいのが、こんな感じですごい強いキャラもいますので、ぜひね、売らないように温存しておきましょう。じゃあ今回の動画終わりになります。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。